おはようございます。朝散歩してます。蜜吸ってるな蜂が。はい、今日はね休みなので、一日中、本当はね蔵王古道宮城県側から登るはずでしたが、パートナーが熱を出してしまって、で、あ、なんか紫色の花も咲いて絡まってんだね。あのパートナーが熱を出してしまって、で今日は一人なので、まあちょっと近所をウォーキングしたいと思います。もっとね出かけてから動画回せばいいんだけど、今ね朝の7時、朝散歩中なので、朝散歩の方が頭が冴えるかなと思って、今ね最近やる気がなくてね、更年期障害なんじゃないかなと思って、まあ今ね新しいことに挑戦してて、もう全くうまくいかないっていうのもあって落ち込んでたんで、朝散歩してね、セロトニン出して、その、まあ、元気出すために朝散歩してね、体調を整えようと頑張ってるところです。今日もね、まあ勉強しながら、まあやっぱり私は歩くのが一番、なんて言うんだろうな、続いてるな、何よりも続いてる趣味です、ウォーキング、登山、ランニング。まあその登山に関係する趣味だね。あと有酸素運動、自転車ですね。それしか残ってないっていうか、それしかない。まあただいろんなことに挑戦していこうと思ってます。今新しいことに挑戦してます。でなかなかうまくいかないとメンタルやられてね、自信なくすんだけど、自分だけはね褒めてあげようと、認めてあげようと頑張ってるところです。まあ、そのね訓練にもなるかなって思ってます。まあ若い頃はねやっぱり根拠のない自信もあって、自分を、まあ、信じるとか、やる気なんかもねすごいありましたけど、だんだんね年取ってきて、今47歳、その根拠のない自信っていうのはねやっぱりなかなかないので、それにまあ失敗なんかしたりね、体力落ちたりするとやっぱり自分をその肯定するねことをやらなくなったり、反省が多くなったりしちゃうのも、またね若い頃のような根拠のない自信だとか、自分を褒めること、まあ肯定すること、自分だけはねやっぱり勇気づけていかなきゃっていうことで、まあそのね取り組みが心理学的なっていうかね、挑戦になるし、それがまあ、テクニックっていうのかな、自分を励ます、テクニックになると思うんで、それを覚えるとやっぱり強みですよね。自分との付き合い方、自分の励まし方、それはちょっと早く身につけて、なぜなら、自分はね自分と、一緒にね死ぬまで、まあ一緒に連れ添って付き添っていかなきゃいけないので、自分で自分を励ましたり、自分との付き合い方、自分の勇気づけ方を早く覚えた方が、まあね一生のパートナーとしての自分ですからね、技術として心理学的なね両方技法として、自分の励まし方を早く習得したいということで、それとそちらにもね挑戦して、まあ、メンタル大事なんで新しいことに挑戦してますが、まあ、そのね挑戦するにしても、メンタル大事なので二重にね学んでいるところです。はい、じゃあ、あとはね家に帰りたいと思います。そんなわけでね
今日は Vlog 散歩動画になります。で、修験道をね、瞑想とか、仏教とか、禅とか、まあキリストでもいいんだけど、それぞれなんか巡礼とかってありますよね。そういうのをね、ちょっとやってみたいなって思ってるんで、なぜなら、まあそれが一番自分の心を癒せるし、歩くのは得意なことだし、まあそういう動画面白くないと思うけど、まあこれはね、自分のために撮ってる動画なんで、今からね、新しいことに挑戦して、その技術をまず習得すると、それからメンタルね、自分で自分を勇気づける、励ます、整えるやり方を身につける。それから、ウォーキング、巡礼、修験道ですかね、歩行禅、歩行瞑想ですね。チャンネルのね、方向性は、コンテンツはそんなような感じで、まあ、自分で自分を育てるっていうのがメインでね、やっていきたいと思いますので、まあ、それでもね、お付き合いいただけるっていう方、今後もよろしくお願いします。まあ、それ以外の方はね、まあ、そんなチャンネルになってますので、まあ、今後ね、お付き合いいただけるっていうんであれば、ぜひよろしくお願いします。はい、イエイエイをね、再出発しました。ちょっとね、朝の動画、朝散歩を撮ってから、家で勉強して、で、一区切りつけて、出発しました。それでですね、紙ゴミ、牛乳パックをね、リサイクルに出すのと、あと、古本ですね、古本屋に本を売りに行くっていう。で、そのウォーキングですね。まあ、買い物を理由にウォーキングするっていう感じで、今日も夏っぽくなりました。夏過ぎ去っちゃうの寂しいからね、今日で最後かな。なんか週末連休なんで、ちょっとね、白馬白馬村の方に行くんですが、天気悪い予報なので、まあ、ちょっと週末あんまりね、夏っぽさは期待できないので、今日が夏最後かな。9月12日かな、今日13日かな。まあ9月になってもこんなに暑いのは珍しいけど、夏が好きなので夏を味わいたいと思います。さて、ウォーキングスタートです。本当はね、蔵王古道を歩くつもりだったけど、まあちょうどいいです。はい、じゃあ行ってきます。公園からの眺めです。ヘリコプター飛んでます。はい、いつものヨークベニマルに到着しました。はい、第1のチェックポイント来ました。なんか随分葉っぱがハスみたいにあるもんだね。スイレンとかなんだとかって。ここは天沼公園です。まずはここに立ち寄ってね、それからイオンに行きます。そこにね、ブックオフがあるので、まあ、古本を渡していきたいと思います。綺麗な公園だね。まずは第一チェックポイントです。キャンプとかね、そういうのも考えてたり、週末別荘なんかも考えててね、もちろん別荘を持つわけじゃなくて、まあ、そういうところに出かけていって、まあ、別荘だと思うようにするっていうのかな。まあ、どれだけ想像力とかインスピレーションが必要かっていうことですけど、まあ、それでね、所有するっていうよりは、まあ、前の動画にも上げてますけど、まあ、そういうね、心の中の地図を広げるといいますかね、まあ、そういう所有してるつもりになれば十分楽しいっていうかね、
なので週末別荘とか週末田舎暮らしっていうかね、休みの日だけはなんかそういう風にしてもいいかなと思って、ここは天沼公園です。まあこういうのもね、自分は所有してないけど、こんな大きな池があったら、庭があったらなって思うと心が豊かになります。はい、鍵取りのイオンに到着しました。家から5キロ、1時間ぐらいかかったかな。ブックオフに売りに行きます。はい、230円になりました。少し食品売り場でも見ていこうかな。特別買いたいものはないけど、持ってきたコーヒー飲んでまた歩って5キロ帰ります。いつもの本屋に寄ってます。まあ、やっぱり本好きだからついつい本屋に来ちゃいますね。あんまり寄ったことないけど山田電機行ってみよう。ここは初めて来ます。はい、山田電機を後にしてあとは家に帰ります。はい、こんな感じでね、まあ5キロ今歩ってきましたが、あと往復なので残り5キロ家に帰ります。1時間ぐらいかな。まあ大したことないウォーキング動画になっちゃいましたが、また帰って勉強したいと思います。またね、途中で動画撮れれば動画撮りますが、まあ変わり映えのない動画ですね。はい、帰りたいと思います。そういえば今日他の友達にも誘われてたから、山の友達がねちょっと風邪ひいちゃったから中止になったんですけど、そっちの自転車仲間の方に声かけりゃよかったな。まあいいや、しょうがない、忘れてました。なんか今日はフリーだなんて思ってたけど、よし、じゃあ連休のね山の用意帰ってしようかな。連休はね、白馬の方に行きます。はい、ここのいつもの甲州寺、お遍路だと思ってちょっと、回っていきます。すごい新しいね、立派な木だ、すごいね。はい、今度は八幡神社かな。ここは八幡神社お参りしていきます。はい、行く時にね寄った天沼公園のすぐそばにある三上根公園です。帰りはねこちらの公園に寄ってというか、ここ突き抜けて帰ろうと思います。陸軍幼年学校校門跡、まあその時その時一瞬一瞬を精一杯生きればいいっていうのは分かってるんだけど、まあどこまでなんか意味のあることやれてるのか分かんないね。まあそんなこと考えちゃダメなんだろうけどね。こうやって歩くのも貯金だと思えば、まあ体力貯金で、まあ全然運動してない人よりはいいのかなって思ったり、ただ単に疲れて消耗して、まあ疲れてるだけになるかもしれないし、それはわからないね。往復10キロ、今日も歩ってます。まあこの暑い中ね、歩くっていうのは確かにこう体力使うからね。これは萩かな。これはいかんよ、水出しっぱなしじゃん。音がしたからびっくりしたけど、いやこれで水の出しっぱなしを防げたよ、よかった。
なんか最近ある小学校でそのプールの水出しっぱなしで、まあ校長先生だとか教員だとか罰金80万とかなんだとかってこう言ってましたからね。まあここだって仙台市のトイレだろうから、こんな水出しっぱなしにしてたらまずいよね。よかった、私が通りかかって今日誰もいねえじゃん。なんかバシャバシャ水の音するなって思ったら水出しっぱなしでした。いやー、私が通りかかってよかったです。よかった。はい、三上根公園です。桜のね、綺麗なところでこういう青々とした葉っぱも綺麗ですね。草原が綺麗だな。よく犬を連れてきました。前この近所に住んでたからね、セキレイか、あの蝶々を食べようとしてたね。おお、木が折れてるな。あそこのイチョウ紅葉しそうだな。綺麗なんだよな。少し高いところにあるので眺めがいいです。私が前住んでたところもこっから見えます。さて散歩して帰ります。すごい大きな実がなってます。すごい、ここ風が気持ちいい。さて、いよいよ家の近くまで帰ってきました。またちょっと遠回りになるけど、公園抜けて帰った方が車通りが少ないので、小学校の裏回って帰ります。あ、近くにこんな野菜売ってるところがあっていいな。家計園の卵も入荷したんだ。人参買いました。100円入れてね、自分で取り出す方式のやつでした。卵とかも売ってたしね、いいな、利用してあげたい。はい、もう家のそばの公園まで来ました。最後の夏を堪能できました。トンボも飛んでるし、バンカーですね。いいウォーキングでした。家に行ってシャワー浴びて勉強します。はい、今日も動画見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。次は白馬行きます。